The painting of the Battle of Cascina was commissioned from Michelangelo Buonarroti by Piero Soderini, statement of the Democratic of Florence. It was intended to war the Salon de Cinquecento in Palazzo Vecchio. The opposite wall was to be decorated by Leonardo da Vinci, who was also commissioned to depict the Battle of Anghiari. The point here is that Leonardo was still alive when both Leonardo and Michelangelo was commissioned to depict these two paintings. Today's story starts from here. ダヴィンチがアンギャリの戦い、ミケランジェロがカッシナの戦いのそれぞれの絵を描くように依頼された時、ダヴィンチはまだ生きていました。ここが重要です。つまり今日の謎解きはここから始まります。広し林、浜松市、ジャパン。きっかけはこんなコメントが届いたからです。清岡文水さんという方からですね、こんなコメントがありました。ダヴィンチの葬儀は奇妙なものだったと言われています。ということなんですね。弟子を偽装するためのものだったということだったなら納得できますと。で、儀礼的な行為を貧者にさせたこと。などなどなどということなんですけども、ダヴィンチの葬儀は謎に包まれています。そこで私の方でも調べてみました。これはディスカバリングフランスという公式のホームページと考えて良いわけですけども、このホームページの中でもその謎について述べています。その最後の部分ですけども、そこにはこうあります。ダヴィンチの骨も見つかったと言われているけれども、それはただ単なるミス、つまり神話に過ぎないというわけです。そして続く一節の中ではですね、ダヴィンチというのは自分の生涯においてあらゆる場所で自分の痕跡を残したけれども、しかし死に関しては何もない、 nothing であると、全く小さな痕跡すらもないと、ということなんですね。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの死については何も分かっていないということです。もう一度最初から動画をご覧いただきます。レオナルド・ダ・ヴィンチです。ここで重要なことはですね、ミケランジェロがカッシナの戦いの絵をコミッションされた時にはですね、ダ・ヴィンチはまだ生きていたということです。で、そこを起点にしてもう一度考え直してみます。レオナルド・ダ・ヴィンチは今からちょうど500年前の1519年の5月2日に67歳で亡くなったことになっています。67歳で5月2日に亡くなっています。この数字に注意してください。そしてこれがミケランジェロ・ブアロノティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。その中には775027という数字が隠し込まれていました。この775027を11種ゲマトリアで解読すると、キリスト聖書のカインとなります。 Christ is Biblical Cain と読めるわけです。その752を取ってダヴィンチは自分の死亡日としたと私林博は判断しています。
がそれだけではありません。この752という数字に注意してください。67歳の5月2日に亡くなったわけですけども、7そして52と続きます。5と2を足すと7になります。奇数学です。そして77を合わせると77、つまり11種ゲマトリアによれば救世主を意味する数字ということになります。がさらに謎が続きます。その死亡年である1519年に注意してください。1519と数字が並んでいます。そしてこれら4つの数字を足すと16になります。16というのはカバラの奇数学においては大変重要な意味を持つ数字です。16イコール1たす6は7となります。ここでも7が出てきます。例えば曜日が日月火水木金土、1プラス6の奇数学で成り立っているのもその一例ということになりますが、このように見ていくと、つまりダ・ヴィンチの死亡年月日は計算され尽くしているということになるのではないでしょうか。ということで、続く動画の中でさらに詳しくそれについて考えてみたいと思います。
An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word, phrase, or name, usually using all the original letters exactly one by one. For example, the name of Leonardo da Vinci was a concocted name by rearranging the name Andrea del Verrocchio, who was a teacher for Leonardo. 文字を並び替えて別の意味を持つ言葉、句、そして名前を作る遊びをアナグラムと言います。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの名前は師匠であるアンドレア・デル・ヴェロッキオの名前の文字を並び替えてできたものです。わかりやすく言えば、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前は架空の名前ということになります。広し林、浜松セリー、ジャパン。Here in this video, you see two self-portraits of Leonardo da Vinci. One is a well-known self-portrait of old Leonardo, and another one is a self-portrait of young Leonardo. These two self-portraits are, however, concocted ones. One was created on a very high technology of graphic software, and another one was created after Luca Signorelli with a big nose and thick mustache. I would like to show you these two facts in this video, and these two facts indicate that this is one of the reasons that an artist named Leonardo da Vinci did not exist again, did not exist in the Renaissance. And more strangely, two of these men in two self-portraits are a different person. Take a look at the nose and mouth of these two self-portraits. And nose and mouth are the same, young or old, no matter how much you get old, if he is the same person. The two men in two self-portraits have different nose and a different mouth. This fact indicates that these two men are different person. You be the judge to know these two facts with your own eyes. ダ・ヴィンチのよく知られた肖像画です。2枚残っています。1枚は年老いたダ・ヴィンチ、もう1枚は若い頃のダ・ヴィンチ。年老いたダ・ヴィンチは今で言うコンピューターグラフィックソフトのようなものを使って捏造された自画像です。それをしっかりと皆さん自身の目で確認してください。また若い頃のダ・ヴィンチの自画像はルカ・シノレッリの自画像に大きな鼻とひげをつけて同じく捏造された自画像です。シノレッリは当時ダ・ヴィンチより7歳年上でしたから、その様子も正確に表現されています。目尻のシワ、まぶたの上のたるみなどにそれが正確に表現されています。つまりダ・ヴィンチの若い頃の自画像もまた捏造された自画像だということですが、それだけではありません。その若い頃の自画像と年老いた頃の自画像で表現されている二人のダ・ヴィンチは全くの別人です。いくら年をとっても鼻の形や口の形までは変わりませんが、この両者は全く違った鼻の形と口を持っています。つまりこうしてダ・ヴィンチは存在したという根拠の一つが崩れることになります。言い換えるとダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていなかった。繰り返します。ダ・ヴィンチなる芸術家は
存在すらしていなかったという私林博士の説を裏付ける、これが一つの証拠ということになります。判断なさるのはあなた自身です。ここにお見せしているのは現実、つまり事実です。どうか皆さん自身の目でそれを確認し判断してください。広志林、ハーママシティ、ジャパン。ではここまでの部分をもう一度画面を見ながら説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画なるものは2枚あります。まあ、2種類といった方がいいのかもしれません。左が若い頃のレオナルド・ダ・ヴィンチ、そして右が皆さんご存知の年老いたレオナルド・ダ・ヴィンチです。で、元々のデータベースがあります。それから右のような図画といいますか自画像が作られました。そしてそれをやや加工し傾きを変えて、この自画像をもとに今私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ができました。左の3人の自画像はただ Man、 男として紹介されていますが、しかしこれら4人は全て同じ一人の人物、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますが、ここでおかしなことが起きます。これら4者、細部の細部に至るまで同じということです。皆さん自身の目で確認してください。こういう時は細かいところを照合しながら同じかどうかということを判断します。特にこの口の表現の仕方、口の周りの傷まで同じだということです。つまり右下のこのダ・ヴィンチの自画像なるものは左の3枚の、まあ、男の絵をですね加工して作られたものだということになります。で、右上のような図も作られていますけども、やや、まあ、タッチが違いますので、ここでは参考までにしておいてください。ともかくも左上、左の、まあ、その中央の上ですね、それから下の像が絵が描かれ、そして私たちが知っている右下のダ・ヴィンチの絵が生まれたということです。で、もう一度確認しています。何もない、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。それに髪の毛をくっつけて右の、男の絵ができました。注意深くご覧ください。そしてその絵をもとにですね、やや傾きを変えた右の男の顔ができました。そしてこの絵をもとに、まあ、この絵もできて、そして私たちが知っているダ・ヴィンチの自画像ができたということです。で、この絵の描かれた時期を調べていましたら、なんとですね、中央下のですね、このダ・ヴィンチの絵の後に上の3枚が描かれています。まあ順序があべこべだということですね。まあそれはともかくとして、中央下のダ・ヴィンチの自画像は上の3枚の男の絵をもとにして作られた絵ということになるわけですよね。自画像ということになるわけです。つまり私たちが知っているダ・ヴィンチの自画像と言われているものはですね、実際にはない、なかったということになるのではないでしょうか。もう一度比べてみてください。左がマンです。そして右が私たちが知っているダ・ヴィンチの自画像ということになります。特にこの目の付け根のところにあるイボ、あるいはこの口の傷ですね、周りの傷などに注意してください。この部分ですね。つまり左の絵をもとにして右の絵が捏造されたということです。もし本当にダ・ヴィンチの、まあ、自画像なるものがあれば、こんな小細工をする必要はないわけです。まあ、つまりダ・ヴィンチなる、まあ、男はですね、存在しなかったという一つの根拠にな、まあ、私はしています、なるわけです。まあ、これが年老いたレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。で、もう一つ、もう一枚載ってますかね、もう一種類のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像についても検証しています。左がルカ・シノレリです。生まれた年を調べていますと、ルカ・シノレリはレオナルド・ダ・ヴィンチより7歳年上だということが分かりました。で、この両者は鼻と、まあ、ヒゲを除いて全く同じということですね。やはり同じように精査してみてください。で、話をこの先につなげます。左がルカ・シノレリです。そして右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。この2人は全く同じ人物だということです。
Anagram is a kind of a game of a word used with a singular verb in which the players build words by transposing and often adding letters. In the usual case, it is a game of phrase or sentence being formed from another by rearranging its letters. For example, angel, A-N-G-E-L, is an anagram of glean, G-L-E-A-N. Then, I, Hiroshi Hayashi, have discovered that the name of Leonard was created by rearranging the name after another great artist in the Renaissance, Donatello, and Leonardo da Vinci was also created by rearranging the name after Andrea del Verrocchio, the teacher of Leonardo in his days. This fact indicates that the name of Leonardo da Vinci was concocted after Donatello and Andrea del Verrocchio as a game of word by rearranging these two names for fun. This is another evidence that indicates that the artist named Leonardo da Vinci did not even exist. Again, Leonardo da Vinci did not even exist or a concocted artist in the Renaissance. Here in this video, you see the fact. 皆さんはアナグラムというのをご存知ですか？言うなれば言葉の遊び、あるいはゲームのようなものです。つまり一つの名前や言葉の文字を並び替えて別の名前や言葉を作るゲームのことを言います。欧米では広く使われている言葉のゲームです。例えば林博士を並び替えると橋は白やと、ちょっと厳しいかなというところですが、あのレオナルド・ダ・ヴィンチという名前もまたそのアナグラムによって捏造された名前でした。ルネサンスの時代にもう一人のダ・ヴィンチと評価されていたドナッテロ、そしてダ・ヴィンチの師匠と位置づけられていたアンドレア・デル・ヴェロッキオ、そのドナッテロとアンドレア・デル・ヴェロッキオの名前をアナグラムによって捏造された名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまりアナグラムという言葉のゲームによってできた名前ということになります。言い換えると、そもそもレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の芸術家は存在すらしていなかったという、これもまたその妄想の一つということになります。繰り返します。そもそもレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の芸術家は存在すらしていなかったという、これもまたその妄想の一つということになります。広志林、浜松市ジャパン。ではもう一度画面を見ながら最初から説明します。アナグラムというのは要するに言葉の遊びということですね。欧米ではスクラブルというゲームもあります。文字を並べてですね、文字と言いますかアルファベットを並べて意味のある言葉を作るゲームです。そのゲームの一つとして、例えばね、アンドレア・デル・ヴェロッキオ、上がアンドレア・デル・ヴェロッキオです。その文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。アンドレア・デル・ヴェロッキオというのはレオナルド・ダ・ヴィンチの先生と言われています。まあレオナルド・ダ・ヴィンチは最初はアンドレア・デル・ヴェロッキオの下で絵を習ったと言われています。そのアンドレア・デル・ヴェロッキオ、上の名前ですね、の文字を並び替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということです。右から3文字目の H だけを除いて、あとは同じです。偶然の一致とはとても考えられません。
で上がアンドレア・デル・ベロッキオです。下の緑がダ・ヴィンチです。そしてそのベロッキオとダ・ヴィンチの合作がこのイエスの洗礼と言われている絵です。まあ、それはともかくも、では誰の方がどちらの方が先に生まれていたか、つまりボスかということになりますと、アンドレア・デル・ヴェロッキオの後にルカ・シノリリが生まれ、そしてその後にレオナルド・ダ・ヴィンチが生まれているのがわかります。つまりこの3人の中では一応アンドレア・デル・ヴェロッキオが一番の親分ということになるわけです。そのアンドレア・デル・ヴェロッキオの描いた絵がこのセント・ジェロームの絵です。これは絵というよりも写真です。そして同じセント・ジェロームをダ・ヴィンチも描いています。これはこの絵はですね、汗腺まで汗の穴まで丁寧に描かれています。左がヴェロッキオの作品、右がダ・ヴィンチの作品ということになります。この両者は細部に至るまで同じということですね。やや傾きが違いますが、注意深く比較してみてください。まあ、もともとの師匠、つまり1500年後のイエスがこの上にいるわけですから、まあ、ベロッキオの描いた絵もダ・ヴィンチの描いた絵も同じになったと言われとしてもですね、なんだおかしくないということになるのではないでしょうか。まあ、ともかくもここで大切なことはですね、アンドレア・デル・ベロッキオという名前の文字を入れ替えてできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチだということです。このように文字が、まあ、90% 一致するということは、まあ、確率論的にもありえないことだということです。繰り返しになりますけども、アンドレア・デル・ヴェロッキオをですね、アナグラムによって、まあ、文字を並び替えてできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになるわけです。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の芸術家はそもそも捏造された芸術家だという、まあ、一つのこれも傍証になるということです。今ご覧いただいているのがペーター像です。ミケランジェロ・バラノティが彫刻したと言われてますけど、この腕に注意してください。向かって左側のイエスの右腕に注意してください。ボコボコと人間にはないようなコブが表現されています。では話を元に戻します。今ご覧いただいている画像はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームと、アンドレア・デル・ヴェロッキオなる画家が描いたとされるセント・ジェロームが全く同じであるということ、さらにミケランジェロなる芸術家が彫刻したと言われているペーター像の中に描かれているイエスの向かって左側右腕と同じくミケランジェロなる画家がその原画を描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に描かれている右下の男の腕と同じということです。つまりペーター像の彫刻の中に表現されているのがイエス・キリストということになっていますから、カッシナの戦いの絵の中に描かれている右下の男もイエス・キリストということになります。それをこの今ご覧いただいている動画の中で証明しています。がそれだけではありません。さらに今ご覧いただいている右側の人物は、これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる男です。そしてその男とカッシナの絵の戦いの絵の中に描かれている右下の男とは顔が一致します。こうしてイエス・キリスト、イエス・キリスト、イエス・キリストとつながっていきます。一番左もイエス・キリストということになります。真ん中もイエス・キリストということになります。そして右側もイエス・キリストということになりますが、これは今日のポイントではありません。おまけです。話を元に戻します。アンドレア・デル・ヴェロッキオの名前をアナグラム、つまり言葉の遊びによってできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになりますが、さらに謎が続きます。それがドナッテロです。ルネサンスの時代にはもう一人のダ・ヴィンチと評価された芸術家がドナッテロです。これがドナッテロのいわゆる自画像ということになります。そのドナッテロの名前を
アナグラムによって入れ替えた名前がレオナルドということになります。で、ついでですけども、ドナッテロはこのような彫刻を残しています。預言者ということになっていますが、左の人物にはヒゲがありません。つまりカインです。がしかし右の人物にはヒゲがあります。このヒゲのある人物がいわゆる替え玉のイエス・キリストということになります。処刑されたイエス・キリストです。左がカインです。罰として誰にも分かるサインをつけられました。誰にでも分かるサイン、つまりヒゲのない人物ということになります。まあ、同じようなことをですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが、まあ、自分の描いた絵の中でそれを表現しています。ダ・ヴィンチもミケランジェロもそしてドナッテロもですね、ヒゲのある人物とヒゲのない人物を表現し分けています。ヒゲのないのが本物のイエス、ヒゲのある人物がいわゆる替え玉、処刑された替え玉のイエスということになります。上がドナッテロの作品です。それと全く同じコンセプトでレオナルド・ダ・ヴィンチも絵を描き残しています。下にその絵を紹介します。左から髪の毛のない男、それに髪の毛をつけたのがその右、そして傾きをやや変えて、その絵から私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ、芸術家の肖像画が捏造されました。上のコンセプトと下のコンセプトが一致している点に注意してください。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチのこの肖像画は捏造された肖像画ということになります。そして上がドナッテロです。下がレオナルドです。上の文字、言葉を、音をですね、verbal をですね、入れ替えてできたのが下の名前ということになります。注意深くご覧ください。ドナテロ・レオナルドとなります。つまりレオナルドという名前はドナテロという名前のアナグラムによってできた名前ということになります。1500年後のイエスはですね、このような形で私たちにメッセージを残しました。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていなかったというメッセージです。もう一度、上のアンドレア・デル・ヴェロッキオと下のレオナルド・ダ・ヴィンチを見比べてみてください。アンドレア・デル・ヴェロッキオをアナグラムによって作り変えてできた名前がレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。偶然の一致ではありえない一致ということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前すらも捏造された名前ということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すら知れなかったという、これも一つの大きな妄想ということになります。 Bye for now.